日本岡山県笠岡市上島外浦、上島外浦は、岡山県笠岡市にある大技である。人口は717人で、世帯数は293世帯。郵便番号は714-0034。本校では、当地の前身である、小田郡上島外町、上島外村についても述べる。当地は、 かつて当初であった上島地区の南部にあたる。笠岡市の広域地区では、上島街の一部であり、また当地は、かつての小田郡上島外町の役場所在地であった。外浦学園と称されるほど、教育機関が一箇所に集まっており、保育所、小学校、中学校が連携し、小規模校ならではの一貫教育が行われている。 上島88カ所の札所があり、観光地としても機能している。1970年に隣接の上島内地区内に上島大橋が架橋され、本土と橋で結ばれる。また1966年より着工された笠岡湾の干拓事業により、上島が陸続きになったことにより、上島外浦も陸続きとなる。なお、 同じ上島の北部側となる上島内浦は、笠岡市に合併するまで一度も、同じ自治体管轄とならなかった。笠岡市編入後も、学区等も、別となっている。大正時代初期頃から、工業の盛んな土地となり、前世紀には昼間人口は3万人にも達した。工場の社宅が、山の中原まで並び、沖合の船から眺めると、 神戸の景観に似ていたことから、今、神戸と呼ばれるほど活気に満ちていた。神島神社、神島外町に関するカテゴリー、神島街村に関するカテゴリー、ありがとうございます。